ツーセットバイオリンは2013年に結成されたオーストラリアの YouTube デュオである。メンバーはオーストラリアのバイオリニストであるブレッド・ヤンとエディ・チェンである。同名の YouTube チャンネルで配信しているクラシック音楽をテーマとしたコミカルなパフォーマンスで有名であり、2022年10月時点で登録者は330万人、閲覧数は9億3134万回を超えている。 ブレット・ヤンが14歳、エディ・チェンが13歳だった時に、数学の授業がきっかけで二人は、初めて出会った。少年少女オーケストラの最年少メンバーとして、進行を深め、後に二人ともオーストラリアのブリズベンにある、グリフィス大学クイーンズランド音楽学校で、学ぶようになった。ブレットは2012年、クイーンズランド音楽学校で、チャイコフスキーのバイオリン競争曲でデビューし、 2014年の G20 ブリズベンサミットでの演奏をはじめとして、様々なオーストラリアのオーケストラと仕事をしていた。エディは2014年、全国若手ビルゥオーソ賞のクイーンズランド代表候補であり、クイーンズランドやメルボルンの公共楽団で演奏をしたことがある。2013年に2人はポップミュージックをバイオリンでカバーした演奏ビデオを YouTube に投稿するようになった。 カットコモンのインタビューでブレットはバイオリンの名人がカバー曲の演奏で何百万もの閲覧数を達成しているのを見て同じことを試してみたがほとんど反応がなかったと述べているその後二人はバイオリニストのレイチェンが面白おかしいビデオを作っているのを見つけ自分たちの番組をもっとふざけたコミカルな内容に変えた音楽学校文化やクラシック音楽の演奏家に 囲まれた、暮らしぶり、音楽を学ぶ、学生生活などが中心の内容で視聴者数が劇的に跳ね上がった。ブレットとエディはそれぞれシドニー交響楽団やクイーンズランド交響楽団での演奏経験がある。一方、ツアーのために自分たちのプログラムも作っており、コンサートというよりはコメディに近い構成で、ストーリーにバイオリンの演奏が組み込まれたショーになっている。 キックスターターを使ったり、シドニーで路上演奏をしたりして、資金を集め、2017年には台北、ヘルシンキ、フランクフルトなどを回るアジアとヨーロッパ10カ国11都市の世界ツアーを実施した。2018年にはニューヨークやロサンゼルスなどを回るアメリカが衆国ツアーを行った。2017年、トゥーセットバイオリンは、リンリンという画面には登場しない。 架空のキャラクターを作り上げた。エディによると、このキャラクターはタイガーマザーが自分の子供を出来の良い友人と比較するコントをやった時にできたものである。リンリンは1日40時間練習する完璧なバイオリニストで性別は不詳。教育熱心な母親を持ち、自分より優秀なアジア系の秀才が常にいるという意識を反映して、 中華系の名前が付けられている。二人は、フィンランド国へ放送のプログラムであるウーラユーティセットのインタビューで、リンリンをテレビゲームのラスボス、バイオリニスト版、チャックノリスだと評している。2018年に二人は、リンリンワークアウトというビデオシリーズを開始。このシリーズでは、二人がくじを弾いてクラシックあるいは、現代音楽の楽曲を選び、さらにそれに速度を二倍にする。 チューニングを変更する、踊りながら弾く、手の位置を変える、逆さにするなどのハンディキャップを組み合わせて演奏する。レイチェン、ナニコ、イク、ヒラリー・ハーンなどのバイオリニストもこのチャレンジ番組に参加している。2018年7月にはゴム製のおもちゃであるビックリチキンでクラシック音楽を演奏するビデオシリーズをリリースした。音楽家の間で定番となっているビオラジョークも 頻繁に取り上げる。2018年には、リルパンプのグッチギャングのパロディである、ビオラギャングのビデオをリリースし、エディがビオラキングを演じた。以降のビデオにも、同じコスチュームをつけたエディが、ビオラキングとして登場する。エディは、ブレットの誕生日に冗談として、ビオラをプレゼントしたことがある。以下に挙げるように、同じ構成で、複数本作られ定番化したシリーズもある。 ありがとうございます。